まずはバファローズのエース山本が京セラドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。松本が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。さあ2球目は何か。ライト方向を流しました。あっと取れない。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。さあ1塁には先制のランナー、バッターは上川。まあバントの上手い選手です。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、先制のランナーいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。変化球で空振りを取ります。バッターは3番今川。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。膝元へ変化球が決まります。スリーボールナッシングからフルカウントまで見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。